モニター買い去って50代以上、モニター専門家、モニケンです。最近ゲーミングモニターばかりレビューしていましたが、ゲームをやらない人にとってゲーミングモニターって全く意味がないですよね。そこで今回はゲーミングじゃないモニターをレビューしていこうと思います。今回紹介するモニターはこちら。BenQの GW2480。スリムベゼルによるスマートなデザインと、IPS パネルによる色再現性の高さが特徴のモニターです。価格は約14,000円。安い！早速、スペック紹介といきましょう。モニターサイズは 23.8 インチ。通常仕様だと、やっぱデスクに置く人が多いと思うので、このサイズはベストサイズだと思います。そこそこ大きいサイズなので、例えばノートパソコンの画面が少し小さいなと思ってる人とかも、このモニターをね、タブモニターとして繋いで使うのは全然ありです。最初に言った通り、IPS パネルを採用しているので、目で見た景色に一番近い色を出すことができるので、デザインだったり、クリエイティブな作業にもおすすめのパネルです。解像度は 1920×1080 のフル HD。 ゲーミングモニターではないですが、リフレッシュレートは 60Hz、 オート速度は 8ms と、まあ、最低限はあるので、エンジョイでゲームを楽しむ分には別に不自由しないと思います。というわけで開封していきます。実は以前使っていて一度閉まっていたモニターなので、これは開封再現動画です。付属品や組み立ての雰囲気を味わってもらえればなと思います。まず HDMI ケーブル。この価格帯で HDMI ケーブルが入ってるのはありがたいですね。ディスプレイポートケーブルは付属していませんが、普通のパソコン用に使うモニターは HDMI 接続が一般的なので問題ないでしょう。電源、スタンド、ちょっと車に構えた特殊な形状ですが、実は秘密があるので後ほど解説いたします。台座、そしてモニター本体。早速組み立っていきましょう。まず台座にスタンドをはめ込みます。台座の裏につまみ式のネジがあるので、つまみを立ててネジを回転させて固定します。そしてモニター本体とスタンドもカチッとなるまではめ込めば完成。さらに電源と HDMI を接続した状態がこちら。皆さん何かに気づきましたか？そう、ケーブルがめちゃまとまってるんです。実はこのモニタースタンドのカバーが外れてケーブルを収納できるんです。スタイルウィッシュ。スタンドにケーブルを通してまとめやすくする穴が開いてるモニターは結構あるんですけど、スタンド内部にケーブルを通してまとめるモニターは珍しい。スマートポイント30加算です。デスクをすぐごちゃごちゃにする病を患ってる僕には非常に嬉しい機能です。せっかくなのでこのまま背面デザインも見ていきましょう。シンプルながらカーボン調で触り心地がいいですね。 100×100 のベサ規格に対応しているのでモニターアームも付けられます。続いてサイズ確認。横幅は 54cm、 高さは 42cm で高さ調節機能はありません、まあ、価格がね安いので仕方ないですね。ベゼルは 2mm、 表示領域は 4mm。 ウルトラスリムベゼルと公式が歌ってるようにベゼルが狭くてスタイリッシュなデザインです。画面の色合いはこんな感じ。 IPS パネルの発色が綺麗ですね。わかりやすいように TN パネルのモニターと並べてみました。左が TN パネル、右が IPS パネルです。カメラ越しだとわかりにくいかもしれませんが、 IPS の方が発色がいいですね。左上の暗い部分が IPS の方が色調が細やかに見えます。違う画像だとこんな感じ。輝度は同じ値にしてるんですが、 TN パネルの方が明るく見えます。ただ中央の白が明るすぎて星が見えなかったり、画面右の夕焼けの色調が IPS に比べて白っぽい感じがします。写真の編集や映画などを見るなら IPS パネルの方が断然綺麗に見えますね。横から見るとこんな感じ。奥行きは 17.5 センチです。角度調整は前後のみ対応しており、最も上まで傾けると20度、最も下まで傾けると5度まで調整可能です。入力端子はモニターの底面にあります。左からディスプレイポート、 HDMI、 D サブ、 LINE イン、 イヤホン。 LINE インはピンジャックを挿す端子です。音声入力用の端子ですが、まあ、あんまり使うことはないですね。HDMI 端子は1つしかないので、パソコンだけじゃなくてゲーム機やチューナーをつなぎたいという方はパソコンをディスプレイポートまたは D サブ端子で接続する必要があります。 G
GW2480 にはスピーカーが内蔵されています。まあ、音質はお世辞にもいいとは言えませんが、 YouTube で軽く動画を視聴したりする分にはありがたいですね。ただゲームをプレイしたり映画や音楽を聴いたりする場合は別途スピーカーを接続して高音質で楽しむことをお勧めします。ちなみに僕は BOSE のスピーカーを使っています。低音が効いてておすすめ。続いて独自機能とメニューについて紹介します。メニューはモニター底面のボタンから操作します。一番左が電源、その隣がメニュー、そこから3つのボタンがショートカットキーで、最後がキャンセルボタンです。ボタンが正直すごく押しにくいですね。頻繁に設定を変える人はなえそうで、メニューはこんな感じ。順番にざっくり説明していきます。輝度自動調整はオンにすると部屋の明るさに合わせて自動で画面の明るさを調整してくれます。暗い部屋で明るすぎる画面を見てしまうといったことを防止してくれる目に優しい機能です。ブルーライトカットはその名の通り、 GW2480 は作業用に購入する人が多いと思うのでこの機能を使う人も多いんじゃないでしょうか。マルチメディア、ウェブサーフィン、オフィス、閲覧と名前は違いますが、下に行けば行くほどブルーライトカットのカット率が上がります。カラーウィークネスは視覚に障害がある方でも色の判別がしやすくなる機能です。赤と緑のフィルターがあります。表示の入力は入力端子の切り替え、画像の輝度、コントラストは定番、シャープネスは10段階で画面の鮮明さを調整できます。そして AMA はいわゆるオーバードライブで応答速度を高速化できます。オンにしておくと残像感が減るのでゲームをやるときにおすすめです。ちなみに高よりプレミアムの方が上の設定です。画像モードは場面ごとの画面設定のプリセットを切り替えられます。オーバースキャンは画面入力を若干拡大して表示することができます。正直いまいち使い道がわからない機能なので基本オフで問題ないです。オーディオメニューはモニターのスピーカーの設定です。システムの中のカスタムキー 1,2,3 はメニュー表示以外のモニターのショートカットキーを設定できます。モニターの画面モードプリセット切り替えやブルーライトカット、入力切り替えあたりを設定しておくと便利です。視野角は上下左右178度、 IPS パネルだけあって広い視野角を持ってます。左右から見ても上から見下ろしても色合いが変わらなくて IPS の美しい色調を感じることができます。というわけで BenQ の GW2480 についてレビューさせていただきました。最後に GW2480 のポイントについてまとめると、 IPS パネルで綺麗な色を表現できる、15000円を切るコスパの高さ、カーボン調の台座と背面が押され、スタンドにケーブルを収納できる画期的なシステム、 HDMI ケーブル付属、ベゼルが細くスマートなデザイン、全体的にスタイリッシュ、ブルーライトカットや輝度調整など眼精疲労を抑える効果もバッチリ完備。以上、GW2480 はスタイリッシュなデザインとお手頃な価格で作業用モニターの購入を考えている人におすすめのモニターです。 IPS パネルかつベゼルレスなのでサブモニターとしての運用にもぴったりですね。個人的にこのスタンドの部分にケーブルを収納できるのは超スタイリッシュだと思ったので、ぜひ他のメーカーさんにも真似していただきたいですね。こういうスマートなデザインのモニターは使っていてテンションも上がるので、作業用や普段使いのモニターをこれから買おうと考えている人はぜひ検討してみてください。そんな感じで動画を終わらせていただきたいと思います。最後にこの動画が良かったな、参考になったなと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また BenQ の GW2480 については僕が運営しているモニケンというブログでも紹介しているので、ぜひそちらもご覧ください。 URL は概要欄に貼ってあります。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you!